はいどうも、田原元成です。この動画で明日の重賞予想とウィンハイブ対象レースの S から A 評価はこちらについてやっていきたいと思っております。明日2重賞あるんですけれども、今回は七夕賞、こちらの方を選択いたしました。この動画内から予想の参考になればそう思っておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速予想に参ります。こちらの七夕賞なんですけれども、本命はアンティシペイトにいたしました。まあ、今回ね、ヒートオンビートであったりですとか、そういった実績を持った馬、まあ、たくさんいます。で、その中にあったアンティシペイトは過去3戦ほど重賞を使われていたんですけれど、いずれも掲示板外、特に2走前、3走前なんかはね、2桁着順ということで重賞を勝っていないにもかかわらず 56.5。これちょっとずるくないって逆に思ってしまったぐらいだったんですけれども、それを打ち消すだけの前走パフォーマンス、これは確かにありました。前走の福島民放杯だったんですけれども、かなりのね、線通過が早いような、そんなラップだったんですが、ブリンカーサイド着用という、そんなこともありまして、四角先頭で小橋さんの圧勝でした。当時がね、本当マイナス12キロということで、暖かくなって馬体重も絞れていた。これがね、一つの僕はヒントになっていると思ってるんですね。というのも、やっぱこの馬っていうのは非常に夏適性高いです。去年なんかも8月札幌のオホーツクハンデというところで、こちらの方で勝利を収めておりまして、そちらの方もね、上がり3波の最速かつ、小回りコースでも、切れ味を発揮した、そんな一戦でした。このアンティシペイトにとって夏競馬悪いわけがありません。で、この距離なんですけれども、前走を勝っておりまして、昨年もね、先ほど申し上げたばっかりの札幌2000メーター勝っていた、つまりローカルの、いわゆる直線が急半ではない条件、こちらにおいてアンティシペイトはかなり盤石の力を発揮する。僕はそんな印象を抱いたんですね。で、今回が、枠順としては6枠11番。これどう捉えるだろうというところだったんですけれども、週中のデータ分析の方ではね、この七夕賞というのは開催2週目です。なので、こう、内枠の先行馬が有利という、そんな傾向を示していたんですけれども、今回はちょっと事情が、僕だいぶ違うと思っておりまして、例えばね、内枠を引いたロザムールですとか、まあ、絶対的な2ゲームであるトーラスジェミニー、で、さらに、軽ハンデの牝馬、山人間、あれ、そういったところが、こう、バラバラの枠順になってしまった。これちょっとまずいなという、そんな印象を抱きました。まあ、内枠、例えばこの3頭が内枠を引いたとします。であれば、その3頭のうち、1馬身とかでも、こう、前にガッと出てしまった馬に、その馬のね、対立は決まってしまうんですけれど、3頭がバラバラになってしまうと、なかなか対立は決まりません。で、そういう状況を考えたときに、やっぱ内枠を引いたロザムール、これは行きたいと思っております。去年ね、逃げたことによって構想していたんですけれども、それがあったということですので、で、まあ、逃げるしかないと。で、トーラスジェミニ、これもジョッキー的にもね、もう逃げる以外の選択肢がないという、そんな状況ですので、こちらの方も行くと思います。で、山人デーファレ、これが僕、実は一番厄介でして、まあ、軽ハンデの牝馬なんですけれども、枝テロジョッキーが乗るとね、なんだろう、レースをぶっ壊す可能性があるんですよ。だから、その並びになってしまったので、先通過僕の想定では59秒から58秒だ、58秒とか、要はね、60秒を超えることはまずないという、それがまず第一条件として上がりました。で、そうなった時に他の馬を見ます。例えば、ヒートオンビートなんかもね、人気馬なんですけれども、この馬、2000メーターにおいては基本的にはスローがいいです。まあ、例えばチャレンジカップなんかもスローで構想していたんですけれども、やっぱ2000のね、ちょっと淀みない流れとか、そういった部分になるとね、中山金牌ですらちょっとスムーズに動けなかったという、そんなこともありましたので、今回の条件、盤石とは僕は言えないと考えました。まあ、これはね、後ほどまた説明するんですけれども、そうなった時にね、ある程度もし、人気をしているというか、そういったゾーンに入る馬において、一番信頼度が高いのはアンティシペイト。で、それはね、先ほどの、この構成の適性だったりとか、暑さの適性、それが全てを物語っています。まあちょっと長くなったという感じなんですが、今回の七夕賞、本命はアンティシペイト、この馬にいたしました。で、ここから相手ですね。相手に関して言いますと、先ほど挙げたところがちょっとヒントになっています。まあある程度ペースは流れるだろう。あと、例年の七夕賞と違いまして、多少は差しが決まる。僕はその想定で言います。なので、相手本戦に上げるのはエヒトという馬なんですけれども、この馬、3走前ですかね、阪神の2000メーター、この小回り2000メーターにおいてかなり強い勝ち方でした。切れ味を発揮した一戦だったんですけれども、そこから、重賞戦線に挑みまして、金2走が勝ち馬と、0秒7、0秒4というそんな差でした。まあ、わずかながらね、このクラス通用の可能性というか、そういった部分を示したという意味ではね、かなり収穫あり、そう僕は判断しております。で、今回の舞台が、福島2000メーターなんですけれども、前走からの距離短縮ローテ、この条件における成績が3、1、1、2とね、構想が目立っている。まあ、なんなら3走前も距離短縮での勝利でしたので、この陣営にとってね、このローテーション文句ないという、そんな風に言えるのではないでしょうか。
で、まあ、非急半コース、急半ではないコースにおきましても、2012という成績でもありますので、ちょっと穴見を見られというところではあると思うんですが、変わり身の可能性、こちらは警戒すべきだと僕は思っております。で、ヒートオンビーターはこの位置です。まあ、この位置に挙げた理由といたしましては、まあ、3枠6番という枠順、まあ、過去の傾向だけで言うとね、悪くはないという、そんなところです。まあ、内枠である程度ロスなく運べれば、いいというふうに考えているんですが、この馬にとってね、ロスなく運んだところで、こう、3、4コーナーでスムーズに、こう、位置取りを上げることができるか、これちょっともう半信半疑という、そんなところもありますので、まあ、この評価となりました。これが例えばね、この全くこのような、この七夕賞のメンバーにおいて、例えばもうちょっと直線の長いコースとかね、そういった条件であれば、迷わず本命なんですけれども、ちょっとこの条件特殊すぎます。ましてや、日曜の福島はかなり気温が上がりそうという、そんなところもありまして、いわゆるこの馬ね、ザ・夏競馬みたいな、そんなところを経験値がちょっと足りていないという、そんな印象も受けましたので、人気馬とのね、ギャップという意味で、この評価にしたらそのように捉えてください。で、その次がもつ流れ星ですね。この馬に関しては2走前、こちらに注目をしてください。先通過58秒5という結構厳しい流れだったんですが、道中2番手から4着に粘りました。まあ、前走はちょっと目黒記念ということで、中央場所のあの条件だとね、なかなか厳しいとは思うんですが、去年の夏に小倉記念を勝っていた、当時も結構ね、まあ、よどみないというか、そんな印象の流れでしだったので、暑い時期のハイペース、この2つにおける適性、この馬申し分ないです。まあ、個人的には、この馬に関して言うと、内訳は良かったのかなとも思ったんですけれども、叩き3戦目の成績が、2-1-2-0-1という、そんな条件でもありますので、やっぱ陣営としてもね、前走、前々走を叩いて、この条件を狙いすました、今回、戸崎ジョッキーを起用する、そういった部分もあると思います。なので、陣営の勝負気配に敬意を表したというね、そんな部分も含めましての、この評価となりました。はい、続いて、ウィンファイブ対象レースの S から A4 カバー、こちらについてやっていきます。まずは、小倉の10レースなんですが、こちらの4頭が該当いたしました。頭数がちょっと少ないという、そんな条件でもあるんですけれども、この中だと、里のペルセウス、この馬をね、1番手というか、そんな条件にしております。まあ、この馬の長所といたしましては、金2走の 1800m、芝の1008において、1分46秒1、1分45秒9、まあ、一定のね、そういった時計レベルを示していた、ここが一つね、重要だと僕は思っております。まあ、先週がとんでもなく早い時計だったので、まあ、小倉芝がね、万が一多少渋ったところで大した影響はないと思います。それぐらいの馬場コンディションでもありますので、であれば、金層のこの持ち時計というかね、そういったところを素直に評価した、そんな形となりました。はい、続いて福島の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だとエマージングロールですかね。このまま前走が休み明けだったんですけれども、まあ、結構四角線、早めのね、早めの競馬で2着に入りました。それこそ昨年の夏競馬で言いますと、未勝利戦圧勝、さらにその1勝クラスも圧勝という、そんなパフォーマンスを示しておりまして、夏適性というかね、そういった部分においてかなり適性を発揮している、そう考えております。今回、休み明け構想の感覚詰まったローテ、これかなり危険だとね、僕は一瞬思ったんですけれども、そもそもね、去年この馬、休み明けで、ぶっちぎって勝ったその次ですかね、こちらも感覚詰まった函館一勝クラスで、さらに着順を広げたという、そんな、ある意味前科というかね、そういったものがありました。なので今回に関しては心配してないです。そういった部分におきまして、まあ距離もね、1700メーターで勝利実績がある、そういった部分も含めての、このような評価となりました。はい、続いては函館の11レースです。こちらの4頭なんですが、この中だと森のカンナちゃん、この馬に特に注目しています。金層がね、3勝クラスで、結構2桁着順がついているという、そんな厳しい成績なんですが、この馬、いわゆる洋芝校舎でして、まあ、函館もそうですし、函館札幌の芝コース、この条件においては、2310馬券内列 100%。まあ、よくいる洋芝校舎、そんな感じですかね。昔もね、結構そういった馬がたくさんいたんですけれども、その1頭と呼んで差し支えないと僕は思っております。で、洋芝校舎は本当洋芝しか狙えません。基本的にはそう思っているんですけれども、その中にあってね、中央場所でも東京で勝っていたりですとか、一定の成績を残した、まあ、これはこの馬の持っている能力だと思っております。3勝クラスだとね、さすがにごまかしが効かないというか、3勝クラスの東京だと厳しかったんですけれども、まあ、今回得意の洋芝に変わっての一変、こちらは警戒すべきだとそう考えております。はい、続いては小倉の11レースです。こちらの4頭なんですけれども、そうですね、このレース去年もそうだったんですが、なんか割と絞れるというか、あんまり積極的に狙いたい馬がいないという、それが正直なところです。で、特に今回結構ハイペースになりそうなメンバー構成、かつ7歳以上の高齢馬も多いということで、非常に難しい、それが1個前提にはあるんですけれども、
そしてまあこの中で言うと、まあ、例えばエブリワンブラックであったりはその去年の夏競馬で勝利実績があるというそういった馬なので、まあ、評価したというそんな形ですかね。あとエアアルマスなんかに関して言うと、短距離でも好走していたんですけれども、そういったハイペース適性の高さ、今回前に行く馬が多いとそう思っているんですけれども、そういった部分を評価したな、評価したそんな前頭分析となりましたので、こちらの方もね週中の動画ありますのでぜひご参照いただければそんな風に思っております。はい、続いて福島の11レースです。こちらは週中の動画をご参照ください。はい、以上で明日の重賞予想とウィーハイブ対象レースの S から A 評価は終了となります。最後に私事なんですが、クーラーがですね先週壊れちゃったんですが、今週ようやく、日曜日の方に取り替え工事が行われているそんな運びとなっております。本当暑くてやばかったんですけれども、先週はね、まあ今週はまだ比較的マシかなとそれぐらいだったのでね、まあとりあえず今週日曜に復活する可能性が高いというね、そんなことでまあ良かったというそんなお話でした。来週のね方も動画頑張っていきたいとそう思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。